フィラデルフィアフィリーズ、フィラデルフィアフィリーズ、略称、ファイは、メジャーリーグベースボール、以下、MLB ナショナルリーグ東地区所属のプロ野球チーム。本拠地は、ペンシルベニア州フィラデルフィアにある、シチズンズバンクパーク。チーム名のフィリー、フィリーは、本拠地フィラデルフィアの略称及び、フィラデルフィア市民の通称。ユニフォームは、赤を基調とした縦じで。 左袖にも背番号がついている。この袖の背番号はフィリーズ独特のものである。1883年から存在する MLB 屈指の古号であるが、ワールドシリーズの優勝は1980年が初めてである。球団創設以来、1970年代後半からの最初の黄金時代までは、ほとんどの時期を変えで過ごす万年弱小球団だった。 特に1918年から1948年までの31年間ではシーズン勝ち越しが一度だけ、さらにシーズン100敗を12回も記録した。2007年7月15日、アメリカプロスポーツチームでは初となる通算1万敗を記録した。しかし近年は上位で安定しており、2009年にチーム史上初のナショナルリーグ連覇を達成。 2004年にシチズンズバンクパークが開場してからは観客動員数でも上位に名を連ねており、名実ともに MLB を代表する人気球団の一つとなっている。フィリーズは長年にわたって黒人選手の受け入れを拒んできた。フィラデルフィアの宿舎が黒人選手の宿泊拒否を通告したり、ジャッキー・ロビンソンがメジャーデビューした時、当時のフィリーズの監督や選手が ロビンソンが出場するなら、フィリーズ選手はフィールドに出ないと発言し、大きな波紋を呼んだ。フィリーズで黒人選手がデビューしたのはロビンソンがデビューしてから10年後の1957年のことで、ナショナルリーグで最も遅かった。マスコットは、フィリーファナティックという緑色の架空の生き物で、MLB では最も有名なマスコットの一人である。キャラクター制作は、 セサミストリートを手掛けたハリソン・エイ・リクソン。1978年4月25日に何の予告もなく何気なくスタンドに現れて以降、お茶目でいたずら好きなパフォーマンスが人気を呼び、フィリーズのマスコットとして愛され続けている。2005年から2013年途中まで、1970年代後半から1980年代前半にかけてヤクルトスワローズや、 近鉄バファーローズで活躍したチャーリー・マニエルが監督を務めていた。日本人選手では2007年シーズン途中から終了までと2008年レギュラーシーズン終盤に井口忠人が所属。2008年シーズンにはカージナルスからフリーエージェントになった田口壮が所属した。2009年チーム通算9戦勝を達成した。リーグに連覇を果たすが、 ワールドシリーズでヤンキースの猛攻に遭い、こちらは連覇はならなかった。2014年、コムキャスト、スポーツネット、コンカストスポーツネットと新たなテレビ放映権契約を結んだと発表した。2016シーズンから25年間25億ドル、約2625億円の大型契約がスタートる。1883年、 当時スポーツ用品メーカーを経営していたアルリーチと弁護士のジョン・ロジャースがナショナルリーグの新規参入球団募集の際、前年に破綻したウエスタール・ビーレックスのフンチャイズ、県を取得し、フィラデルフィア・クエーカーズとして新たな球団を創設した。フィリーズの故障は、現在に至るまで変遷はなく、同一名球団としては MLB で最も長い歴史を持つ。 創設1年目は17勝81敗、勝率173と散々な成績だった。翌1884年からハリー・ライトが監督に就任し、チャーリー・ファーガソン、ダン・ケーシー、チャーリー・バフィントンら有力投手を揃えチームを再建する。1880年代のフィリーズはヒンにあえいで、いたが、1890年代になると、サム・トンプソン、 ビリー・ハミルトン、エド・デ・ラハンティ、タック・ターナー、ナップ・ラジョイ、エル・マー・フリックといった名選手が登場し、攻撃力が増し、フィリーズは常にナショナルリーグの上位に顔を出す競合となったが、肝心の優勝争いでは、首位と10ゲーム以上離されるシーズンが続いた。しかし、1894年には、タック・ターナー、サム・トンプソン、エド・デ・ラハンティ、 ビリー・ハミルトンで4人の4割打者が誕生し、チーム打率350、3497というとてつもない記録を作った。また、19世紀のフィリーズの正捕手をしていたジャック・クレメンツは当時から珍しかった左投げの捕手としても知られている。1894年にお記録したタック・ターナーはスイッチヒッター、左投げ両打ちながら、 打打率割割を記記録録しており、これは4割打者のの中ででも唯一の記録である。ところが、1901年にアメリカンリーグが創立され、新たに同じフィラデルフィアを本拠地とするフィラデルフィアアスレチックス、現、オークランドアスレチックスが創設されると、上記選手が次々と移籍。アスレチックスが競合チームとして成長するのとは、 対照的に主力選手を奪われたフィリーズは弱体化の一途をたどる。アスレチックスへの移籍を不服としたフィリーズは、州の裁判所に、この移籍の無効を訴え、ラジオイは、アスレチックスで1シーズンと1試合、フリックに至っては11試合にしか出場できず、共に、クリーブランドナップス、現クリーブランドインディアンスと再契約することになった。デラハンティは、ワシントンセネターズ、弦、 ミネソタツインズ遺跡後の1903年、ナイアガラの滝で謎の転落死を遂げている。1911年、ピート・アレクサンダーがメジャーデビューするとチームは一気に躍進する。デビュー1年目の1911年には28勝で、いきなり最多勝ち。1914年から1917年かけて4年連続の最多勝ちとチーム大国柱となる活躍で、 1915年にはフィリーズをリーグ初優勝に導く。しかし、1917年限りでアレックサンダーがフィリーズを離れると、またしてもチームは長い低迷期に入る。再びリーグ優勝を遂げる1950年までに、勝率5割を超えたのは1932年と1949年のわずか2シーズンのみであった。その間、1928年に、 チャック・クラインがメジャーデビュー。1930年代に3冠、王一回、本塁打、王四回などチームの手法として活躍するが、フィリーズが上位に進出することはなかった。特に1930年代後半から1940年代、前半はひどく、10年間で最下位8回、7度の100敗、シーズン、勝率は3割台という割りだった。 1940年代後半に入ると長い低迷から脱却するためにチームは若返りを図る。ロビン・ロバーツ、リッチー・アシュバーンといった有望な若手選手が続々とメジャーデビュー。1949年には彼らの活躍により81勝73敗と勝率5割以上を記録し33年ぶりに3位に食い込んだ。翌1950年には 開幕から好調を維持し、首位を独走、シーズン最終戦でのブルックリンドジャース弦、ロサンゼルスドジャースとの直接対決を制し、1915年以来となる2度目のリーグ優勝に輝いた。ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズでは、敗れたものの、若手選手を中心に快進撃を遂げたこの年のフィリーズは、振動と呼ばれた。しかし、この優勝もつかの間、 チームは再び低迷期に入る。1960年代にはリーグ優勝に貢献した選手が次々に退団。1958年から4年連続の再開、1961年には23連敗という不名誉な MLB 記録を作ってしまう。そして1964年にはタイガースからジムバニング投手が移籍し、この年に完全試合を達成するなど活躍しチームも、 絶好調で、シーズン終盤の9月20日時点では90勝60敗で2位のカージナルスに6.5ゲーム差をつけていたのが、残り12試合を2勝10敗して最後は93勝を上げたカージナルスに逆転されて優勝を逃してしまった。この1964年以外は目立った成績は残せず、せっかくトレードで獲得したエストース投手バニングもパイレーツに移り、低迷期は続いた。 この間、アスレチックスも長い低迷期を過ごしており、1934年から1967年までに10度の100敗、シーズン、勝率5割以上は4回のみ、通算勝率、402だった。また両リーグのシーズン100敗以上の記録を、両球団が持っている、アスレチックス、16回、フィリーズ、14回。1971年、老朽化していた。 シャイブパークからベテランズスタジアムに本拠地を移し、同年にスティーブ・カールトンをセントルイス・カージナルスから獲得。1972年にはマイク・シュミットがメジャーデビューする。カールトンは移籍初年度チームの挙げた59勝のうち27勝を稼ぎ出し、シュミットは1974年から3年連続で本塁打王に輝く。彼ら二人を投打の軸として、 チームは徐々に上昇気流に乗り出す。1976年、101勝61敗という圧倒的な成績で初の地区優勝に輝くと、1978年まで3年連続で地区優勝を果たす。しかし、プレイオフでは、1976年に新シ,ンシュナティレッツ、1977年、1978年にはドジャースと対戦し、いずれも敗れてしまう。 1979年、レッツからピートローズが加入し、1980年には4度目の地区優勝。リーグ優勝決定戦でヒューストンアストロズを破り、30年ぶり3度目のリーグ優勝。ワールドシリーズではカンザスシティロイヤルズを下し、初のワールドチャンピオンに輝いた。1970年代後半から1980年代のフィリーズはまさしく黄金時代だった。 カールトン、シュミットのほか、通算307本塁打のグレックル・ジンスキー、ゴールドグラブ賞8回のギャリー・マドックスや、同じく7回のボブ・ブーン、瞬速講師の遊撃手で後に、フィリーズの監督も務めたラリー・ボーア・ラ・メイ選手が、数多く所属しており、1983年に4度目のリーグ優勝を果たした際には、ローズに加え、トニー・ペレス、ジョー・モーガンら、 ビッグレッドマシンとして知られた元レッツの主力選手も加入していた。1980年代後半から1990年代前半にかけて黄金時代を支えた選手がチームを去り、その勢いも衰える。1987年から1992年まで6年連続で負け越しのシーズンが続いた。1993年には前年再開ながら、 アストロズから移籍したカートシリング、一番打者のレニー・ダイクストラらの活躍で、地区優勝。リーグ優勝決定戦では、アトランタ・ブレイブスを下すという番狂わせを演じ、5度目のリーグ優勝に輝いたが、ワールドシリーズでは、前年王者のトロント・ブルージェイズに敗れた。ストライキが発生した翌1994年以降、チームは再び低迷。 1994年から2000年まで7年連続で負け越してしまう。しかしこの間、スコット・ローレン、ボビー・アブレイユ、パット・バレルをはじめとした若手選手が対等。2001年には、シュイ・ブレイブスに2ゲーム差と迫る86勝76敗でシーズンを終える。2003年には、ジム・トーミが加入し、47本塁打で本塁打王を獲得。チームも終盤まで、 ワイルドカード争いを繰り広げた。2004年、人工芝が固いベテランズスタジアムから、天然芝のシチズンズンクーパークに移転。2006年にはト美ミーに代わり、小一類種についたライアンハワードが打率。313、58本類打、149、打点という驚異的な成績を残し、本類打は、球団記録、本類打王、打点王に加え、 ナショナルリーグ MVP を受賞。チームはこの年に連続地区優勝が止まったブレーブスを抑え地区2位となったものの、首位メッツには12ゲーム差をつけられてしまう。翌2007年にはジミー・ロリンズが20.2020 20. 20. 20を達成し MVP を受賞。2年連続でフィリーズの選手が MVP を受賞することとなった。チームもロリンズ、ハワード、 チェイス・アトリーを中心とした打撃陣の活躍により、ニ位メッツを1ゲーム差で抑え、7度目の地区優勝を果たす。しかし、地区シリーズではコロラド・ロッキーズに敗れた。2008年は、上記の強力な打撃陣に加え、エースに成長したコール・ハメルズ、46歳ながら16勝を挙げたジェイミー・モイヤー、守護神のブラッドリッジらを要した投手陣も安定感を増し、 2年連続で地区優勝を果たした。リーグチャンピオンシップシリーズでロサンゼルスドジャースを4勝1敗で下し、15年ぶり6回目のナショナルリーグチャンピオンとなった。アメリカンリーグを制したタンパベイレーズを破り、球団史上2度目となるワールドシリーズ制覇を達成した。2009年はハワード、アトリー、ジェイソン・ワース、ラウル・イバニエスの4人が30本打以上を記録し、 シーズン途中には前年祭、ヤング賞のクリフリーが加入。チームも3年連続で地区優勝を果たす。リーグチャンピオンシップシリーズでは、前年同様ドジャースと対戦するが、3勝1敗で、これを下し、史上初の2年連続でナショナルチーグチャンピオンとな。続く、ワールドシリーズでは、ニューヨークヤンキースと対戦。共に投打に、リーグ屈指の戦力を誇るチーム同士の対戦と、 なったが、2勝4敗で、ヤンキースに敗れ、2年連続のワールドチャンピオンは、ならなかった。2010年にはリーを含む三角トレードで、ロイ・ハラデーを獲得。また同7月29日には、ヒューストン・アストロズから、J.A. ハップラ3選手とのトレードで、ロイ・オズワルトを獲得し、4年連続の地区優勝を、果たしたが、リーグチャンピオンシップシリーズで、サンフランシスコジャイアンツに敗れ、 リーグ3連覇を逃した。同年オフ、FA でクリフリーが復帰。2011年は、ハラデー、リー、ハメルズ、オズワルトなど、MLB 屈指の投手陣を擁し、独走で、地区5連覇を達成するも、地区シリーズで、セントルイスカージナルスに敗れ優勝を逃した。2012年はハワードが、アキレス腱断裂で、シーズン前半を戦えないため、 ジムトウミが復帰し、課題の救援ン,ンに、チャドクオルズ、クローザーに、ジョナサン・パペルボンを獲得し、充実することができると同時に、地区6連覇を目指すシーズンとなったが、主力の怪我での離脱などもあり3位に終わる。2014年以降も低迷し、チームは徐々に再建に入った。2014年のオフに、ジミー・ロリンズを、2015年のシーズン中に、ジョナサン・パペルボン、 コール・ハメルズ、ベン・リビア、ジェイス・アトリーをトレードで放出した。1978年に設立され、フィリーズとフィラデルフィア・アスレチックスの選手を表彰している。フィリーズからは38人が殿堂入りを果たしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。